よーし。それは？どうぞお気にするな。アバンギャルドなデザインだな。悪くないセンスだ。始めようか。それで何をするつもりだ？普通に雑談してみようと思う。会話はコミュニケーションの基本だし。まずはお互いを知るところから始めるのがいいかなって。難しく考えなくていいよ。定番の話題で話すだけだから。定番とは？食べ物とか天気。じゃあ食べ物の話題から。双葉の好きな食べ物って？安全な材料を使ったもの。ああそういうのじゃなくて。じゃあ話題変えようか。次、今年はヒートアイランド現象で猛暑続きだって。知らない、外出てないし。そっか。あの誠が押されてるぜ。おかしいな、こんなはずじゃ。そういえばユウスケ、さっきから何してるのかしら。いい敵だ。人形を触ってたら首がもげてな。美しく直しておいたぞ。ほげー、うちの子に何すんねん。不良品じゃないか。不死鳥戦隊ネオフェザーマンだ。イエローとピンクの顔が、レッドはバラバラ殺人。お稲荷のせいで。お稲荷？キツネの格好してたからお稲荷。お稲荷、あの躍動感が良かったのに。ちゃんとセットしといたのに。お稲荷の美的センスを疑うぞ。誰に向かって言っている？おいおい、あれじゃ雑談じゃなくて口論だぜ。そうだね。なるほど、可変性だからこそ自分の思い描くドラマを再現できるのか。変身スーツはネオがかっこいい。ビクトリーはアクションがやばい。しびれる。絵は一瞬のひらめきが筆を走らせるが、造形はまた違った趣があるんだな。あれ、双葉雑談できてるじゃないか。興味のある話題になら普通に雑談できるみたい。私の話題の振り方が良くなかったね。こんなんでいいの？なら楽勝だぞ。ならば早速次の段階に進もう。他人の部屋で過ごすとかはどうだろう。うん、いいかもね。外に出る機会なかったようだし。いきなりハードル上げんな。それなら明日はリュウジとアンに任せてるから。リーダーもついてるし頑張ろう。お面かぶっててもいいか？それはなしでお願い。やれやれ、どうなることやらな。
お手並み拝見つうか、心配しかねえ組み合わせだな。あなたの奇跡です。相応のだ、あなたの力です。もう終わりか？なんだ。時間です、囚人。見ちゃいます。よし。ではでは。それではまた。もっとパニックになるかと思いきや、意外今は客いないから。チース、お邪魔します。
遅くなってごめん。買い出ししてたら悩んじゃって。そんなに大量のスナック菓子、これから何するつもりだ？夏休みと言ったら部屋でダラダラに決まってんだろ。お菓子食べながらね。誰ぞ。うっさい。んで、双葉はどこにいんだ？よく来たな。うわっ、ビビったい。双葉だよな。お、いらっしゃい。それ、どうしたわけ？条件反射。かかってこいや。よくわかんねえけど、望むところだ。やれやれ、今日も騒がしくなりそうだな。いやマジだって、俺すごかったんだから。出待ちとかされちゃって、つか信用してねえだろ。だってリュウジでしょ、モテ期とかあるわけないじゃん。んだと？異性としての魅力を感じない。モテるやつって自分からは言わないもんだぜ。やっぱさ、ドレスって露出度高いでしょ。分かって聞いてる？相手もいねえのにウェディングドレスのこと話されても。ないな、今のところ結婚願望は。我が輩はそんな話聞きたくない。つかさ、双葉って話せんじゃん。そうだね、ちゃんと自分の意見言えてる。全然普通だよ。普通ってよくわからないけど、でもこれが普通なら楽しい。最初はもっと変人かと思ってたけど、心配して損したわ。うん、ちょっと安心した。この調子ならうまくいきそうだよね。で、明日はどうすんの？店の手伝いでもさせてみるか。それちょうどいいじゃん。人前に出る練習になるんじゃない？昼の店とか無理、無理ゲー。お客さんの相手しなくていいから、店の奥でお皿拭いてみるとかさ。ああ、うん、ついてなかったら怒る。決まりだな、応援してるぜ。いつか見ておれ。
どうするんだ。ほほん。行きますよ、囚人。双葉に店を手伝わせるだと？なら今までさせたことねえぞ。できるのか？とは言ってもな、客前に出すってのは。ちゃんと去年中学は卒業したし、高校1年夏のバイトって思えば問題なし。まあそういうことなら皿洗いならできるか。いいか、無理はすんなよ。おい、大丈夫か？マスター、いつものね。濃いめで頼むよ。あいよ。双葉、ちょっと見てやってくれ。え？その子、新しいバイトかい？相変わらず隅に置けないな。何人目のボンドガールだい、マスター？そんなんじゃないよ。いつも熟したのばっかりなんだろ。たまには若いのも欲しくなるもんさ。グアテマラピーベリーと同じだよ。酸味と甘みが新鮮なのさ。悪いね、今日はブレンドだ。おい、コーヒー早く持ってけ。もっとすんな。いい、コーヒーお待ち。あいつ、いつの間に。おい、双葉、それかぶって人前に出るなって何度も言ったろ。それと、運ぶときはお待たせしましたって言え。はい、コーヒーお待たせした。ああ、どうも。見たか、ちゃんと仕事できたぞ。
これはその湯気ガードだし。しかし双葉が客前に出てくなんてな、面はあれだが驚いたよ。人ってな変わるもんなんだな。宗次郎、もっとコーヒー持ってこうか。その面は取れよ。考えておく。やれやれ。おい、よし。あとは任せた。
てっと。今日で4日目だっけ？少しは慣れてきたのか？どうだろう、わからん。人間、そう簡単には変わらんさ。ま、進歩はしてるってことにしてやるよ。いやー、ちぎれる、ちぎれる、やめろー。にしてもあいつらおっせーなー。人待たせて何やってんだ。こんにちは。お邪魔します。遅くなってごめんね。いろいろ見てたら迷っちゃって。見てた？何の話だ？水着に決まってんじゃん、双葉ちゃんの。みみ水着持ってないでしょ。そうだけど。今から試着ね。今から？ぶっつけ本番はダメでしょ。海までもう時間ないよ。でもそんな、覗いたらどうなるか分かってるね。姿か、絵になりそうだな。誠に話してみるか。失敬だ。俺はあくまでも芸術的な観点で。いいからおとなしくしとこうぜ。ガキだなお前ら。上、さっきから何騒いでんだ。水着がどうのって聞こえたが。水着の試着やってんすよ。今度みんなで海行くんで。双葉が海？あいつには季節感なんて言葉縁がないかもって思ってたんだが。じゃあ水着はこれで決まりね。お世辞グリで似合ってるよ。でも双葉ちゃんその猫背はダメ。胸張る。面倒かけるかもしれないが、双葉の思い出作り協力してやってくれ。
ありがとう。それじゃよろしく。なあなあ。お疲れ様。またね。それで今日はどうする？そうだな、みんなで飯食うか。前に鍋やったあんな感じ。いいかもしれん。特訓になって親睦も深まる。よっ、やってやるぞ。そしたら俺コーラとオムライス大盛り。俺もオムライスをいただこう。ない。だが双葉のためだ。しゃあねえな、貸しだからな。私もオムライス特盛りで頼む。ふぅ、食べた食べた。おお、双葉って意外と食うんだな。ああ、すがすがしいほどの食欲だ。食が細すぎる女性よりずっといい。色目使ってんじゃないぞ。失礼な。宗次郎、助けて。よさないか。特訓うまくいってるっていいのか。じゃあそれでいいわ。食後にコーヒー出してやる。俺のおごりだ。ありがとうございます。私アイスココア。お前も苦いのダメなんだろ。アイスココアでいいか。どうもっす、キンキンに冷たいので。こんなにぎやかな昼飯初めてだな。うん、楽しい。
仕上げの日取りは決まったか。いよいよ海は目の前だ。よし。囚人、見るのです。閲覧なさい。このペルソナを手はお持ちなさい。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。ひでえ雨だな。よし、ちょっといいか。よし。じゃあな。
よーし。なんかいるか。オレンジジュース、果汁 20% の。そういや明日海だろ。花火の分も楽しんでこいよ。雨外しすぎない程度にな。花火って？ああ、双葉は知らないか。花火大会雨で中止になったんだよ。人混みに揉まれた挙句濡れネズミになって帰ってきたっていうオチだ。花火か。こんにちは。ああ、いらっしゃい。おや、君。あれ、知り合い？あんた、確か。明智です。ああ、テレビとかの探偵さんが何のようだい？想像してた以上だな。雰囲気いいよね。さえさんが推薦するだけのことはある。はあ、知ってることは全部話したぞ。もう話すことはねえ。いや、そういうつもりはありません。おいしいコーヒーをいただきに来ただけですよ。ああ、そちらは。ああ、君が一色若葉さんの。注文は？じゃあ、おすすめを。はいよ。なんか僕、どこに行っても歓迎されないね。すまない。僕の母は、ろくでもない男と愛人関係だったらしくてね。僕を身ごもった後、手ひどく捨てられて、失意で体を壊し、早くに世を去ってしまった。おかげで僕はいろんなところを転々とさせられて、まあ今じゃ気ままな一人暮らしだけどね。そうそう、メジエドだけど、ハッキングで退治されるとはね。怪盗団が倒したのか、熱狂的な信者がやったのかはわからないけど。名前、双葉ちゃんだったかな。さえさんから聞いてるよ。君くらいの年代の子は怪盗団のファンが多いようだけど、君も好きなのかい？どうしたの？名探偵明智こそ第二期。ありがとう。まあ怪盗団なんかと同じ土俵で比べてほしくないけどね。うん、おいしい。君は毎日飲めるんだろ。羨ましいな。まさかこの店の居候だったなんてね。君とは何か縁を感じるよ。ありがとう。場も人も巡り合わせだと思う。君と話していると不思議と思考を刺激されるんだ。これからちょくちょく通わせてもらうよ。やりたい。買ってきたからやろう。うん、帰りにモノと会ったけど。ソジロ呼んでくる。危なかしいからつけてみたが、あいつはちゃんと一人で買い物していた。こ
ここまでできればもう問題なさそうだな。名探偵の質問もうまくかわしてたし。宗次郎、早く早く花火大会するぞ。待てて、双葉、まだタバコの火が。お前ら、我が輩に煙かけんな。へそっ、日本鳥、うりゃー。人の話を聞け。おい、猫が嫌がってんぞ。動物に火近づけんなよ。すっげー、でっかい玉できた。宗次郎、ほら、見てみろ。おう、気をつけてな。夏の思い出ね。よし、次は十本取り行く。あ、やめろ。双葉のこと見とけよ。真夏の海水浴場は結構ハードル高いぜ。それにしても海水浴か、ようやく羽が伸ばせるな。あれあれ、いいぞ。あら、ナナ。あら、ありがとう。よろしく。おお。お？うん。やれやれ。うん。あら。あらあら。
参ったよ。それってそうね。ナナ。お疲れ様。またね。帰るとするか。双葉のこと、今日はよろしく頼む。変な野郎に声かけられないよう、しっかり見といてくれよ。それならいいんだ。任せたぞ。ねえ、もう行っていい？本当に大丈夫なんだろうな。電車で日帰りできる距離だ。私をなめんな。悪い。あら、くくるか。気をつけて行ってこいよ。待ってんの。そういえば、ね、大丈夫だからじっとしてなさい。大丈夫？大丈夫。みんないるし。そろそろお昼だね。やだ、イカがこっち見てる。焼いてっから大丈夫だって。お前、俺いないとイカも食えないのかよ。うちらもご飯にしよう。じゃあ俺、適当に買ってくるわ。ここまで来てそれか。主食。ありふれた味なのなんてこんなうまいんだ。誠、甘くってねえじゃん。ああ、うん。もしかして具合悪いとか。分かってねえな、龍二。女子は水着の時は少しでも細く見せたいもんだ。でも気にしすぎだぞ。朝飯はちゃんと食ったか。モナ、デリカシーかい。で、この後どうする。
ビーチバレーでもやるか。あーごめん、今から女子だけでバナナボート乗る約束してるから。3人乗りの一つしか借りられなくてごめんね。それじゃあ俺らは荷物番。ざっけんな、扱いが雑すぎんだろ。俺ら世間を騒がせまくってる有名人だぞ、もっと丁寧に扱え。異世界ではいいと思うんだけど不思議よね。お宝は盗めても女の子のハートは盗めそうにないもんね。そんな安藤のバナナボートまだ？あ、ごめんね、すぐ行くから。終わったら交代するって。荷物番よろしく。バナナバナナ、待ってってば。そんなに走ったら危ないって。くっそー、あいつら俺らの凄さを分かってね。命かけて怪盗やってんだ、その辺の奴らと同じなわけねえだろ。俺らもっと現実でいい思いしていいんじゃねえの。だよな、ゆうすけもそう思うだろ。まあ言われてみればそうかもな。あんたちは俺らの近くにいすぎて分かってねえんだよ。おい、どうすればアンドノに怪盗の凄さを知ってもらえるんだ。そりゃ盗むしかねえだろ。アンにバカにされたからな、見返してやろうぜ。なるほど、現実でも我が輩のテクを証明すれば。怪盗で磨いたテクニックで盗みまくってやろうぜ。俺らのオーラならあっという間に女にモテモテだろ。いいだろ、やってやる。現実での仕事も悪くない。決まりだな。そういうわけでモナ、荷物番頼むな。は？よし、さっさと行こうぜ。おいこら、我が輩を置いてくんじゃねえよ。海、心なしか、濁って見えんな。まだ終わってねえよ、奇跡の逆転勝ち狙ってやるからな。おい、さっきから視線を感じるんだが、誰かにつけられてないか。もしかして逆なんか。ほら、やっぱりいたわ。私ビンビンに感じてたもの。あの子たち、もしかして逆の街。てめ、新宿のなんでここに。あらやだ、こんなとこで再会とか。デスティニー感じちゃう。おねえポリスの職質に答えないと返さないわよ。本物の男はどっちだと思う？な、何言ってん。はい、時間切れ。正解はどっちもおとめでした。
職質放棄で公務執行妨害鉄筋な。おねえポリスの腕が鳴るわね。確保。うわ星が逃げたわよ。おえ、なんとか参ったか。そういや、ユウスケはここにいたのか。探したぞ。つか、なんでエビ？お前たちが職質されているとき、売りに出されていたのが目についてな。有金を使い果たしてしまった。どういう金銭感覚よ。つーか、見てたんじゃねえか。だったら助けに来いっつーの。この独特のフォルム、生で見て一目惚れしてしまったよ。アンを初めて見たとき以来の衝撃だった。そりゃよかったな。私たち友達と来てるんで。またまた、俺たちの船でクルージングでもどう？今夜パーティーもあるんだ。有名人とか業界人いっぱい来るよ。話聞けっての。悪い悪い、お待たせ。友達ってマジだったんだ。最初から言ってんじゃん。こんなガキといたって退屈じゃない？あなたたちといるよりもずっと有意義ですけどね。何？よせって、ガキ同士で楽しく過ごしてもらおうよ。ごめんね。感じ悪。ありがとう、来てくれて。あの人たちほんとしつこくて。どういうこと？下手したら向こうが病院送りに。あ、いや、なんでもないっす。ところで、双葉とモルガナは？お？伊勢エビ？しかも両手？それ、私も思ってた。刺身か、カブト焼きか。よせ、鑑賞用だ、両方とも。なんか盛りだくさんだし、みんなで海に来た甲斐はあったよな。そろそろ帰らないとね。支度するか。双葉も人混みで平気そうにしてたし、課題はクリアできたみたいだね。おい双葉、帰るぞ。突っ立ってないで手伝え。私ね、私ずっとお母さんが死んだのは自分のせいだと思ってた。ああ、みんな私が殺したって言うから、みんな私を人殺しだと思って見てた。この世界が嫌いになった。だから殻に閉じこもって耳を塞いだ。私願ってた、お母さんが生き返ればいいのにって。時々起きて全部夢だったって思う。でも世界は何も変わってない。だからまた眠る。その繰り返し。うん、私お母さんが好きだった。お母さんみたいになりたかった。遅くまで机に向かってたこと、朝早く起きて毎日お弁当作ってくれたこと、お母さんが頑張って研究していたこと、ノートをこっそり見て怒られたこと。認知科学だったわね。認知する世界は欲望によって歪んでしまう。その世界が歪むと現実で問題行動を取るようになる。
認知世界の核を取り除くと、その世界は消えて問題行動も収まる。それってパレスのことじゃ。異世界知ってたのか。意味が分かんなかったけど、実際自分がそうなったことで理解できた。私、お母さんのことばっかり考えた。気がついたら認知の迷宮にとらわれてた。出られなくなっちゃってた。自分ではどうしようもできなくなってた。だから心を盗めって、いろいろ飛躍しすぎだろ。心を盗む怪盗の噂、最初は信じてなかった。でも偶然聞こえてきた。すぐ近くに怪盗がいた。聞こえてきた。ああ、あの盗聴。そもそもなぜルブランに盗聴を。宗次郎がしっかり働いているか監視しておかないといけないからな。悪趣味なやつ。心を盗んだって話聞いてて飛び上がるほど嬉しかった。怪盗なら私の心を治せるかもしれないって。最初からそう言ってくれればよかったのに。いきなり頼んだら怪しまれるかもしれない。そもそも悪いやつかもしれない。だから慎重に接触した。どういう反応をするか何度も確認した。ええ、随分と振り回されたわ。でも双葉、マスター以外とは長い間誰とも話してなかったんだよね。怪盗団に連絡取るのはかなり勇気がいったんじゃない。理由は二つある。一つはメジエドの挑発。怪盗団が情けなくてムカついてた。解散されたら困ったし。ああ、俺たちの頼みの綱だった。もう一つはルブランの盗聴で聞こえてきたこと。宗次郎が私を虐待してるなんて嘘で責められてて、お母さんのことをハケなんて脅されてて。捏造もいいとこだよな。あ、悲しくて苦しかった。宗次郎助けなきゃ、何とかしなきゃって思った。そうだったんだ。でも怪盗団、私のためにあんな危険を犯してくれてるとは思わなかった。こんなに心配してくれてるって思わなかった。疑うような真似してごめんな。私たちのこと信じてもらえた。うん、私にはわかる。お前らは悪いやつじゃない。だから頼みがある。私を仲間に入れてくれ。入れるも何も、もう仲間だろ。正直に言う、私改心とか目的じゃない。お母さんのことが知りたい。お母さんが殺された理由を。殺された。お母さんのノートに書いてあった。認知世界にいる自分が死んでしまうと現実の自分まで意識不明になるって。廃人化か。じゃあ金城の言っていた悪党っていうのは。ええ、そういうことになるわね。あまり考えたくないけど、双葉のお母さんは。わからない。でも死ぬ直前のお母さん、様子がおかしかった。どんな風に。話しかけても返事してくれなかった。道路に向かって飛び込むというより倒れ込む感じで。それでノートのこと本当かもしれないって思って調べた。本を読んだり、ネットに公開されている論文を調べたり、いろんな研究所のネットワークに忍び込んで秘密のデータも見た。それでハッキング。どんな頭してんだよ。でも何も分からなかった。お母さんの研究はどこにも見つからなかった。お母さんは誰かに殺されて、
研究はなかったことにされた。きっと偽物の遺書を読んだ黒い服の大人に。あいつら絶対許さない。双葉、私気づいた。みんなと一緒ならあの世界のことわかるって。そしたらいつか黒い服の大人につながる気がする。怪盗団に入りたいのは超個人的な理由だ。ダメか、足手まといか。むしろ頼もしいぐらいだなあ、モナ。なんで我が輩を見る。力不足とでも言いたいのか。実際お前より役に立ってたじゃねえか。おい、引き捨てならないぞ。こんな怪盗団だけど改めてよろしくね。ありがとう。あいつらはほっといて、早速双葉のコードネーム決めよっか。なんだそれ。本名じゃカッコつかないでしょ。ジョーカー、スカル、モナ、パンサー、クイーン、そしてフォックスだ。双葉はハッカーじゃ違うよね。メカ？パソコン？やだ。まんま、ゴーグルでいいんじゃね？クソダサい、猫センスなし。ざまあ。双葉のコードネームいやない？呪うぞ。双葉自身は何がいいの？ナビ、勝利に導いてやる。いいんじゃない。じゃあ双葉はナビな。でもすぐ近くに噂の怪盗がいるとは夢にも思わなかったぞ。お互い様だ。まさか異世界研究者の娘とはな。不思議なもんだ。そろそろ帰ろっか。うん、オッチ帰ろう。はい、メジエドの件予想以上に効果があったようで、これで怪盗団の支持も一層拍車がかかるでしょうな。そうですね、怪盗団を効果的に使う手立てはありますし、不要なゴミは今のうちに処分を。たとえ身内だろうとね。おい、やんにゃろ。いつも一言余計なんだよ。
私見るので閲覧なさい。総合の代価ではお持ち落ち着きなさい。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。ああ、悪いな。よし。帰るわ。
しもし、すげえ急なんだけど、明日みんなでルブランに集合できない？あ、おっしゃー。この焦りよう、夏休みの宿題か？モルガナ、すげえ、なんでわかるんだ？当たりかよ。ことだから、もう誠とかにも連絡してるし、明日よろしく。やれやれ、今日はもう寝ようぜ。黒いのが我が輩？そんなわけない。我が輩人間だったはず。メメントスの奥で歪みを晴らせば絶対絶対。悪い、起こしちまったな。いや、その日焼けが痛くてヒリヒリして目が覚めたんだよ。黒いから太陽光吸収しまくりなんだって、わかんだろ？地毛だよ、地毛。ところでさ、気にしてなんかないけど、あのさ、もしもだぞ、もし我が輩が変なものだったら、お前我が輩が気にする。もしさっきのが本当なら、怪盗団やってていいのか。それに怪盗団でも今の我が輩は何でもないし、まあ猫の生活も割と慣れてきたな。この物置も正直居心地は悪くない。まあさっさと人間に戻って引っ越したいとこだかな。最上階のスウィートルームでラグジュアリーライフとか。けど変なものになるぐらいなら、いっそこのまま猫でも。我が輩、お前と取引してるよな。ここにいてもいいってことだ。そうだよな、今の忘れないでくれよ。よし、ほらほら、さっさと寝ようぜ。おやすみ。夏休み終盤の過ごし方だな。まさか昨日まで全く宿題に手をつけてなかったなんてね。まあ遊ぶのは個人の自由だしね、仕方ないよね。すみませんでした。もうその辺にしといてやれよ。それより一息入れたらどうだ。俺は買い出し行ってくるから、少しだけ留守頼むわ。こちらのクラブチームでは積極的なスポーツ科学の導入が行われています。トレーニングプログラムに研究所の意見を取り入れるなど。あ、そういえばさ、うちでもスポーツでちょっと話題になった子いたよね。スポーツ？新体操の子？そうそう、すっごい可愛いって噂の子。おお、吉沢だっけ？つか、あいつ確か夏の大会出んだろ？
ああ、それなら。まこと？ああ、うん。この前学校に行った時にたまたま先生から聞いたんだけど、吉沢さん大会の結果あんまり良くなかったみたい。そうなんだ。期待する声結構あったみたいだし、本人も辛いよね。だな。けど新体操の大会ってもう一つなかったか？辛いだろうけど、そっちで結果出せりゃ学校の連中の言うことなんて。あ、それなんだけどさ、実はさ、夏休み入る前三島君と偶然会ったんだけど。三島と？三島君怒っててさ、どうしたのかって聞いたら学校の裏サイトの書き込み見せてくれたの。なんか学校が結果を出せない特待生を見捨てるみたいなこと書かれててさ。それって名前も出てなかったし、所詮噂だからって思ったけど、これもしかして吉沢さんのことなのかな。どうだろう。でも鴨志田の事件以来、学校がイメージアップに躍起になってたでしょ。あれの一環で新しい学校の顔を作ろうとしてたっていうのは事実みたい。だから今回の結果で学校側の対応が変わるっていうのはない話じゃないかもね。期待のホープに勝手に目をつけて、結果が出ないと分かったらポイ捨てか。真偽は定かではないにせよ、あまりにも身勝手だな。やっぱまだまだ世の中間違ってるよな。ああ、吉沢の扱いがどうなるかはわからない。だが少なくとも我が輩たちの働きで悪い可能性は詰めるはずだ。続いてはこちら、怪盗団騒動。人々、世界的に有名なハッカー集団を沈黙させ人々を驚かせた怪盗団。その人気は国内にとどまらず、海外メディアも熱い視線を注いでいます。新世代の義足やダークヒーローなど世間からの呼び声も高く。おい、すごいことになったな。世界が我が輩たちに注目してるぞ。あちいな。わからない。なぜ我が輩はメメントスに。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
きますよ。よし。ではまた。にしてもまさか双葉の母親の件が町を騒がしてる事件につながっちまうとはな。こいつはほっとけねえな。同じ力を持っていながら我が輩たちが避けてきた廃人化を実在すんなら誰に止められる？面白くなってきやがったぜ。新人も入ったことだし、ここらで我が輩もベテランの凄みを見せてやらんとな。みんなで昼飯食いに行くぞ。何もねえだろ、おごってやる。双葉が外出られるようになったし、お前は夏休み最後だしな。私の希望で寿司になった。ありがたく思え。うまいって評判の店だ。寿司だと？我が輩も連れてけよ。にゃーにゃーうるせえな。連れてけって言えよ。まさか行きたがってんのか。まあかわいそうだから寿司より買ってきてやるか。心が通じてるぜ。中トロ、大トロ、イクラとアナゴ、それから…あ、覚えられないか？メモってけ。どうだ、うまいか？はい。そんなにがっつくな、誰も取らねえよ。言わんこっちゃねえ。お茶飲め、お茶。ほれ。トイレか。トイレはあっちだ。ったく忙しいやつだな。昔はよくあいつの母親と三人で飯を食いに行ったもんだ。懐かしいな。そんなことがあったことすら忘れてたよ。
危なかった。死ぬかと思った。さて、仕切り直すか。まだ食うのか。もうお腹いっぱい。お手上げだ。どっちだよ。ちょっと便所行って会計してくるわ。大将、お勘定。はいよ。中学の入学祝いでお母さんと宗次郎とお寿司を食べに来たことがあるんだ。あのお寿司美味しかった。今日のもなかなかだったぞ。また3人で来たいな。今度はいつにする？お母さんにも食べさせたかったな。お母さんのこと明らかにしたい。廃人化させたやつを私は許さない。そんなわけで協力よろしくな。12万。嘘だろ。寿司より無理そうだね。おかえり、待ってたぜ。ん？あれ？寿司折りは？わが。そういうことかよ。現地集合って、ふたば一人で大丈夫なのか。これ行った方がいいぞ。よし。待ち合わせはここなのか。いない。近くを探してみろ。一人？どこから来たんだ。おい、あれ。家で？どうしたの？まずいんじゃないか。どうする？だな、急ぐぞ。とりあえず交番まで来てもらおうか。君を。おい。友達、ご家族の方？本当だろうね。わかった。双葉、どうしたんだ？すまん。海で克服できたと思い込んでた。ダメだったのか。パニックった。知ってる人はいなくて、心臓がドキドキしてパンク。一人怖くて動けなくなってうずくまった。そしたら周りがざわざわして警察まで来て終わった。困った時はこいつに連絡しろよ。連絡？うん、これくらい近ければ落ち着く。このままでいいだろ。そうかもしれない。一人じゃゲーム一本買えないとは。不覚だ。でもこいつと一緒なら外にも出られる。ひょっとして必須アイテム？頼む、私の外出必須アイテムになってくれ。代わりにこれまで以上にナビ頑張るから。
じゃあ取引成立だな。怪盗団の情報収集能力には私たちも感心しているの。高度なハッキング技術でもなければ到底成し得ない離れ技だってね。誰の仕業？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、忍者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。よし、そうと決まれば行くぞ。お、どこに行くんだ？ゲーム買う。さっきまで泣きわめいてたくせに。必須アイテムが手に入ったからな。クリア条件は揃った。必須アイテムじゃなかった。二人とも行くぞ。おかえり。二人でどこ行ってたんだ？秋葉原。本当か、すごいじゃないか双葉。うん、まあね。その調子で高校にも行けるようになりゃいうことねえんだがな。うん、まあそれはおいおいだ。人の多いとこ行って疲れただろう。今日は早く寝ろよ。じゃあ俺ら帰るわ。嘘つきだ。患者を信じないで救えると思うの？救えるさ。俺が救うと決めたんだ。お？よし。聞け囚人、主よりお言葉だ。また新たな仲間と契約を結んだな。これはまた変わった力の持ち主だ。
その力はお前たちを族としてさらなる高みへ導くだろう。はは、心配するな。お前は着実に目的の成就に近づいている。その証拠というわけではないが、今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。これよりお前の物語は大きく動くことになるだろう。これまで以上に力を磨き、来るべき時に備えてくれ。期待しているよ。よし。ではまた。時間です、囚人。戻りなさい。おはようさん。お、制服。しっかりあげめよ。双葉のやつ、朝方の生活にするんだと。健全な作戦行動は健全なライフスタイルからだ。作戦？続いて今しがた入った速報です。連日世間を賑わせているいわゆる怪盗団事件、騒ぎの大きさを受け、総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃怪盗団と俗称される集団の噂があることは政府としても承知しております。現在警察等が事実確認に努めており、適切に対処してまいろうと。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。改心ね。本当なのか。いよいよ我が輩たちも全国区だな。野心はあってもクールにか。それ我が輩から盗んだんだろう。例の事件の手がかり早く掴んで我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤めご苦労。怪盗の認知率が一番高いのはやっぱり10代みたいですね。学校でも怪盗の話ばっかりなんて意見もいただいてます。怪盗って知ってます？娘なんか毎日そればっかりだよ。お願いチャンネル？とやらにかじりついてる。あれ、ただの掲示板じゃないのか？最近ランキングが追加されたんですよ。次は誰を改心させてほしいですかって。ハッカーまで退治したし、期待も高まってるのか結構投票されてます。へえ、俺も投票してみようかな。うちの社長に改心して給料を上げてくれってか。終わったわ。やっぱ怪盗でしょ。私思うけど、夏休み短すぎない？なんかこう、学校内生活に慣れたあたりで終わるよね。けどま、今年は面白いこともあったか。はい、ホームルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。あ、そっか、そうだ。
はあ、学生はいいわね。1ヶ月も夏休みの上に、それとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解答でき。高牧さん、英語を話せるんだよね。一応ね。すごい、向こういたから普通だって。ねえ、わかんないことあったら英語聞いていい？え？一人で来たの？下校の早かった俺が拾いに行った。恩着せがましいお稲荷だ。さて本題だ。これからどうするよ。また大物狙うか？それもそうだが、例の認知世界の悪党とやらはどうする？いるのはもう確実でしょう。しかも廃人化を引き起こしてる犯人、放置なんて絶対許されないわ。つっても手がかりねえんじゃなけどさ、俺たち今めっちゃ人気じゃん。学校も怪盗団の話で持ちきりだし、テレビで見ねえ日もねえってくらいだぜ。このビッグウェーブ来た感やばくね？確かにね。怪盗お願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか。お、なんだこれ。1位がどんどん入れ替わってる。ナウで投票されまくってるからな。こいつら狙ってきゃ、さすがに1回くらい大金も入んだろ。お前だったら何に使うよ。貯金する回答なんて聞いたことねえよ。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。よくない。そいつは必ずぶっ飛ばす。廃人化の犯人、よく考えりゃこれ以上の大物もいねえ。もしこいつを改心させて自白が出れば、俺らマジ天下取れんぜ。そん時はいっそ正体明かせ。モテ期来ちゃうんじゃねこれ。そんな顔出しとかあり？そうか、真犯人の自白が出れば異世界の存在も知れる。不審に隠れ続ける必要は。ちょっと目立つためじゃないのよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。けど今でこれなら実際とんでもねえ騒ぎ来るぜ。廃人化の件は本当に当ては何もないのか。姉の新島が確か調べてるんじゃなかったか。そうだけど、根掘り葉掘りは聞けないよ。首を突っ込むなって怒られるだけ。聞けないならデータ引っこ抜く。その人私物のパソコンとかある？まさか。私特製の仕掛けが入ったストレージ貸すよ。ぶっ刺せば内蔵ハードのデータ丸コピー。 OS の赤パスとか関係なし。ただ本人のパソコンに直接ぶっ刺す必要あるけど、できそう？お姉ちゃんノートパソコンを持ち帰ってくることはあるけど、そこまでするのは。お、またなんか双葉がすげえことやんの。姉の本音を見てしまうのが怖いか。
わかった。ね、週刊誌に私がですか。鴨志田先生の件については観光令を敷いたはず。待ってください。どうか猶予を。怪盗団の尻尾は必ず掴みますから。先生のお力がなければここまで私は。です。どうかお願いします。今は誠に託そう。きっとやってくれるって。ナナ、いらっしゃいませ。
ありがとうね。よし。帰るわ。あれ、日焼けした？なんか雰囲気が違って見えるんだけど。そうだ、この前はごちそうさま。素敵なお店だね。あんなにくつろげたのは久しぶりだ。そう言ってもらえて嬉しいよ。近頃は怪盗団を支持する人たちから疎まれているみたいだからね。それより君の学校大変みたいだよ。例の体育教師の問題行動を学校ぐるみで隠蔽してたって報道されてる。被害に遭った生徒は大人の勝手な都合で泣き寝入りするしかなかったなんて。どんな理由であれ絶対に許されることじゃない。何かあったら言ってくれ。早く収束するように僕もいろいろ動いてみるから。ちょっと、電車の広告見た？マスコミが学校に来んだぞ。興味くらい持てっての。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し。もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも。もっと。ごめんなさい。ああ、大丈夫。今の子、ありじゃね？怪盗団今来てるからさ、誘ったらいけっかな。実は俺、怪盗なんだけど。って言えねえとこが辛いんだよな。先生もやったんすか？隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。ああ、ちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話。今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれることになって、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ、ほら今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、心配いらないって。あなた以外にも何人か行くから。そういうことでしたら。
当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。いい？聞いてるのか？たるんどる。どうぞ。構成は順調かな？見るのですか？閲覧なさい。これで総合の代価はあなたの力です。このペルソナを引き手はお持ちなさい。囚人刑を執行するのですね。合体です。これで良いのか？引き継ぐ技能を選びなさい。やめる。終わりですか？
なんだ、せいぜいあがけよ。だよね。Where have you been?
いよいよだな。何が飛び出すか。あなたの奇跡です。このペルソナはあなたの力です。終わりですか。なんだ、せいぜいあがけよ。よし。
忙しい？保管した証拠品のリストアップよ。バイトでもできそうな雑用。こんなことしてる暇ないのに。職場だとイライラが顔に出そうだから持って帰ってきちゃった。お疲れ様。片手間にこなせるほど怪盗団の件は甘くないのに。マスコミも無神経に騒ぎ立てるから聞き込みでも警戒される一方よ。先月だって情報を握ってそうな男から何にも聞けなかったわ。脅しま強めに問い詰めたってだけ。ああそうだ、私来週から修学旅行。引率の先生が事情聴取だから、その代理。いいんじゃない、学校側に貸し作れるし。受験には差し障りないんでしょ。それは大丈夫。お風呂先でいいよ、私勉強あるし。じゃあそうしようかな。これでいいのよね。やるよ、ただのとこ。ありがとう。早く。嘘、もう早いね。ゆっくり湯船に浸かる気分ではないし。あと少しなのに。買ったんだ。さっきの棚にあるから入れといて。別にいいけど。よし。うまくいったみたいだな。さて何が出てくるかと、その前に学校だ。ざけんな。お手並み拝見です。これだ。やりますね。はい、これ
一応やれてると思うけど。ふんふん、任せろ。うわ、これ全部もらってきたの？全部ハワイ？どうせおとなしくしろってんなら楽しまなきゃ損だろ。見ろよこれ、なんかビーチででかいウミガメの見物あるらしいぜ。カメよか料理でしょ。こういうサイズの分厚いステーキ、日本だとあんまないよね。あと、マヒマヒ？なにこれ、シイラって魚？美味しいの？どこの学校もシーズンだな。うちも修学旅行なんだ。そっちはどこだ？ロサンゼルスと言ってたな。似合わない。ユウスケは日光とか奈良とかじゃん。なんだって足しになるさ。日本画の岩絵の具だって元は伝来したものだ。ハワイとロスな。お前ならどっちがいいよ。俺はロスも捨てがたいな。つうか俺ロスっぽくね？ギャングっぽくね？意味がわからん。私はハワイでリゾートがいい。しばらくお別れってわけか。お土産買ってきてあげるね。お、データいろいろ出てきた。ざっと見た感じだけど人為的で一連性だって。偶然廃人になるわけじゃないって意味よ。犯人がいる事件だってこと。っていうか廃人のことだけじゃないな。前から騒がれてる精神暴走事件ってのも同じ一連の事件って呼んでるっぽい。さすが誠の姉貴。全部解析するのにどのくらいかかりそう？量があるから一晩じゃ無理だな。でも旅行から戻ってくる頃にはなんとか。報酬はね、ハワイとロスの土産な。なんか双葉相変わらずすごいね。情報戦ってのハイテクで今時っていうかちょっと映画みたい。別に怪盗なんだから当然だろ。我が輩だって車になったり。張り合うなって。なんだと？モルガナは今のままでいいの。生意気可愛い感じ。可愛い。アンドの我が輩は。さて続きは旅行から帰ってからだな。それまでに怪盗団人気がどんだけ高まってっか楽しみだぜ。見るのであなたの奇跡です。このペルソナあなたの力です。
もう終わりか。なんだ、せいぜいあがけよ。行きますよ。よし。じゃあな。さて。
ナナ。悪質なゲーマーか。メメントスの可能性もあるな。セントラル街のゲーセンだっけ。まずは見に行ってみようぜ。よし。なあ、いらっしゃいませ。どれにしますか？こんにちは。へえ。
よーし。Thank you.
また。
ばくない？やるじゃん、怪盗。わかんねえな。よし、行くぞ。え、でも、
拠地。そうね。よし。よし。さて帰るか。